Hazard 6。はい、こんにちは、ブルーホースです。Wish I believe God were looking out for us right now. Six more. But I think we're on our own. Six. お、しなが。うわ、いるね。ら、人生相談ね、乗っていきたいと思います。はい。ここはですね、あれ？いなかったっけ？ですよね。やっぱいたね。これね。うん。ハンドガンの弾がねえんだよな、もうな。やばいよね。撃ちすぎた、さっき。なんか落ち着いてこう、狙える気がしなかったからな。うん。さっきっていうか、前回パートね。さてさて、そんな話もしつつ、人生相談ね、乗っていきたいと思います。ここ番号を打つことによって、いけるというものですね。これ、どうだろう。あ、あるか。まあ、無駄な殺生は避けたいけど、無駄な殺生しちゃいそうですね。ゾンビ出てくるかな。これで開けつつ、そしたら、早速ね、ヘレナに戦ってもらっている間に、戦えよ。1個目の質問いきたいと思います。若いうちは苦労しろと年配の人に人生アドバイスとしてもらうことがあるのですが、いや多いですねこれね。僕もありますよ。苦労は勝手でもした方がいいのでしょうか、具体的にどんなことをしておいた方がいいのでしょうかということですね。これはまあちょっと難しくて、なんでかっていうと、成功した方が語るのであればいいと思うんですよ。例えば、なんだろうな、YouTube なんかで、青汁王子が、なんだろう、若いうちは苦労した方がいいみたいなことを、言ったり、苦労は勝手でもした方がいいみたいなことを、なんか、成功者語るみたいな動画の中でやったりとかしてたんですけど、そういうね、人たちが、いいと思うんですけど、大概の人って成功者じゃないんですよね。大概の人たちって成功者じゃないっていう中で、それを言っているケースっていうのがあるんですけど、そういう場合っていうのは、なんだろうな、自分は苦労してきたから、お前も苦労しろよみたいな風に思っているケースっていうのが多いんですよね。だから、自分がこれまで苦労してきたのに、なんかお前苦労してないのどないやねんみたいなことを思っているケースっていうのが多かったりするので、そういう人たちが言っている場合だったとしたら、真に受けたら負けっすね、と思いますよ。あ、いた、っていうところですかね。だからなんだっけ、あ、やられてる。かな、こっち。あ、もうヘレナがやってくれてるから、まあいいか。ヘレナ、ちょっと戦っといて。だから、なんだろうな。ボロボロじゃん。あ、V か。ちょっと蹴るだけ蹴って、何の意味もない。青汁王子の、なんか YouTube、どの動画だったかもう覚えてないんですけど、あの人なんかマンションを買うために、なんか2億円くらい、使ったみたいな話があったですね。だからマンション1棟そのものを買ってしまって、なんか部屋とか、サロンとか、サウナとか、カラオケとかっていうのを全部一つのマンションにまとめちゃったんで、なんか時間が命だ、みたいなことを言って、で、全部もうマンションの中にまとめてしまったら、他にね、なんかわざわざ遊びに行くために使う必要とかもないから、みたいな。そんな話をされてたんですね。なるほどなぁと思いつつも、でも2億も使ってマンションなんか買えないしなぁって言って、僕せいぜいまあ、ね、数千万とかそんなレベルなんで、っていうのがあったんで、そういうね、経済的にも大成功した、で、社会的にも大成功したっていう人が言う話だったとしたら、まあ耳を貸してもいいかもしれないんですけど、でも多くの人が語る苦労は勝手でもしろっていうのは、なんだろうな、自分が若い頃は苦労ばっかりで、苦労ばっかりしてきたから、お前も、わしと同じくらい若い
あのわしが若かった頃みたいに同じような目に遭わないと、なんか簡単になんか仕事をこなされたりとか、簡単になんだろうな、成功されてしまったとしたら、あの、ああちょちょ、ミスター、 I'm glad you're here。 あの簡単にそのなんか成功されてしまったら、わしがバカみたいだろうみたいな、なんかせっかくなんだろうな、あの苦労して今ようやくちょっと社会的地位も得られたとか、落ち着いたとか安定したとかっていうふうに思うのに、なんかね、若いうちに軽く成功されちゃったら自分がバカ見たみたいな感じになっちゃうんで、だから苦労してるところをまあ見たいみたいなね、うん、っていうふうに思っているっていう可能性が高いんですよ。Who are we looking for? そうなったら、なんかその苦労って本当に必要な苦労なのって思うじゃないですか。うん。そういう人たちが言う苦労っていうのは、あの全然ね、あなたがする必要っていうのはないので、だから、あの大事なのは、成功する人たちっていうのは一体どういうマインドなのかっていうと、あのね、できるだけ楽をするっていうことを考えてるんですよ。うん、どうやったら自動化できるかなとか、自分が動かなくてもお金稼げるかなとか、仕事が回るかなっていうことを、まあ、中心に考えてるんですよね。うん、だから誰だったかな、メンタリストの DAIGO さんとかだったかな、なんかはあのそういう風にあの回るようにっていうので、うん、自分がいなくても回るように、まあ、あの自分が毎日その一生懸命仕事をしなくてもいいように、あのサブスクの仕組みを作ってお金を稼げるようなようにしてしまったとかでも、個人レベルでっていうようなことをお話をされてましたし、うん、結局はそういうところにちゃんと気を回してね、あのいけるかどうかっていうところが結構ポイントになってくると思うんですよ。うん、だからね、あの、未だにその、なんて言うんだろうな、あの、苦労は大事だとかって言ってる人たちっていうのは、なんか体育会系のね、あの、昔ながらの、なんか努力、熱血、根性、大好き、みたいな。おいーさあ。熱血、根性、大好き、みたいなね、運動中はその、水飲むなとかね、あの体育館は締め切った状態で部活をしなきゃいけないんだとかね、そういうようなね、あの何ら科学的根拠もない、なんなら今ではその科学的に規定されている水を飲まなかったらパフォーマンス下がるとか、暑い状態の中でやってしまったら汗がどん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 出てしまって、むしろうわー早いな、えこいつら大丈夫ここ、うんとかっていうようなね、何ら感が、あ、本当に、全くもって意味のないような、運動の仕方で、いつまで経ってもパフォーマンスが上がらないみたいなことが大好きな人たちっていうのが多かったりするんで、うん。で、それってじゃあ意味あるの？結果出るの？って言ったら、実際結果出ないし、意味もないっていうことなんですよ。でもそういうのが、なんか自分たちがやってきたからっていうので、正しいもんだっていうふうに思い込んじゃってるわけなんですよね。うん。あ、やべ、キルチって下いたんだ、まあ、いや、ヘレナに任しとこうっていうようなところなんですよね。うん、だから勉強とかだったら教科書を端から端まで読めとかね。うん、でも運動中は当然涼しい環境で行った方が間違いなくいいですし、それから勉強とかだったら、まあ、勉強とかね、読書にしろ、なんて言ったらいいんだろう、全部読むっていうよりは、自分が分かってないところだけを理解するために読むっていうようにしてしまえばいいんですけど、まあ、実際そうなってないというところですよね。だから、教科書と、ああ、そうそうそう、だから知らない部分だけをまあかじり読んでしまったら OK っていうのがもう分かってるんですよね。だから、それなのに、なんか教科書100ページあったら100ページ全部読まなくちゃいけないと。でも、あなたが知らない情報っていうのは、実はそのうちの50ページしかありませんでしたよ、だったら、50ページ読めばいい話なんですよ。なのに全部読ませようっていう。だって無駄な徒労で終わるわけですよね。だから、それを発信している、なんだろう、苦労した方がいいですってっていうことを発信している人間のステータスを見て、
この人の言うことを聞いた方がいいのかどうかっていう判断をされたらいいかなっていうふうに思います。それがあなたの望むレベルの社会的成功を収めている方の話だったとしたら、あ、やっぱ苦労ってした方がいいんだなって、この人のしてきた苦労ってどんなんだろうなっていうのを話をしんみり聞いた方がいいと思いますし、そうじゃないんだったら、あ、じゃあすいません、ちょっと言われた通り頑張ってみますっていうふうにちょっと手よく言っておきながら、まあ、無視するっていうのでいいと思うんですよ。はい、だから相手を言ってる人がどうなのかっていうので判断をするようにしてみてください。では続いていきましょう。これ人生相談っていうのは僕に対する質問ですね。ブルーフォースさんの動画を見てて NBA30 拠点を回るのが夢だとおっしゃっていましたが、なぜそれが夢なのですかっていうことですね。うん、僕に興味を持ってくれてありがとうございます。本当に嬉しいです。まあ、単純にバスケ好きだからですね。ちょっと影が邪魔。影が邪魔。ピンク色の先っちょが見たい。ぬるぬるでも構わない。これローを塗りたくってるのかな。うん。まあ、そんな話はいいとして、ずっとね、NBA 見に行きたいな、見に行きたいなって思ってたんですよ。で、それが、ま、ちょっと転職をきっかけに、たまたまその休みが取れたんで、その前職から現職になるのに間があったから、だから初めての試合で、まあロサンゼルスにも興味があったし、別の動画でも話した、なんだったっけ、グリフィス天文台っていう映画の舞台にもなっているような場所にも見ていきたかったんで、まあハリウッド行きたいっていうのがあったんで、まあその、What the hell did I just see, Ada? 悩める人だよね。うん。っていうのがあったんで、まあ、ロサンゼルスに行くために時間を作ったんですよ。1週間だったかな確か。うん。行ったんですよ。ちょうど丸1週間くらいだったかな、行ってきて。で、まあ、その中で、一番当時見たかった選手で、ステフィン・カリーっていうのがいたんですけど、ウォリアーズね。で、その試合が、レイカーズの本拠地のステープルズセンターでたまたまやるっていうことが分かったんで、あ、じゃあこれ見に行こうと。今でも2019年4月4日ですね。うん。に試合があるということが分かったんで、あ、これはもう見に行くしかないなと思って見に行ったんですよ。うん。そう。で、チケットをスタップハブっていうところで取って、で、エクスペディアでホテルと航空券を取ってっていうのをやって見に行った。もうほんとね、本場の雰囲気ってね、もうなんか日本の B リーグも何回か見に行きましたけども、全然違うんですよね。で、もし人生かけて自分のためにですよ、家族とか友人とか自分の周りにいる人たちっていうことを一旦度外視して、自分のためにお金をと時間をかけるなら、NBA をいろいろ回ってみたいなって思ったんですよ。それがきっかけだった。こういうところでバスケずっと見たいな、この雰囲気味わいまくりたいなって思ったのがまず一つ。これが大きいです、ぶっちゃけ。うん、うん、めちゃくちゃ。これがめちゃくちゃ大きかったかな。うん。だまあ、ただね、ホイホイ行けるものじゃないんですよ。やっぱりアメリカに行くってなったら往復ね、十何万かかったりとか、ね、まあ、ロスだったら十何万レベルで済むのかもしれないですけど、で、ニューヨークとかだったらもっと距離があるから、もっと時間とお金かかるわけですし、そう考えたら、あ、これヘレナ来てる、ちゃんと。ヘレナ来てなくて分断されてるとかだったらちょっと面倒くさい。まあまあ、それはいいです。うん。ちょっと待って。あらー。あ、これ終わったわ。3によってどかされた。そうそうそう。で、日本からね、やっぱりね、その NBA 本場どっかの試合見に行きたいってなったとしたら、まあ、それ相応の時間と労力がかかるんですよね。お金とかもかかるんで。なので、やっぱり調べれば、まあ、アリーナの情報とか、これ、あれ、これもう一回打たなきゃいけない。アリーナの情報とかね、そういうのとかは、まあ、簡単に手に入るアリーナとか周辺のホテル、こんなんがあります、あんなんがありますとかっていうのは多分、
簡単に情報としては手に入るんですけど、でも実際行ってみてどうなのかっていうのは、やっぱりブログレベルの情報だったとしたら、結構手に入りにくかったりするんですよね。うん。それって結構やっぱしんどい話になっちゃうんで、それを考えると、自分が実際に行ってみることによって、そこの動画を撮って、それを通していろんな人に発信したいなっていうふうに思ったんですよ。だから、どこどこの試合見に行きたいです。じゃあそのホームに行くためにはどの空港まで行って、で、その空港からどう移動して周辺のホテルどういうところ泊まってて、どうしたら NBA の試合を見るだけじゃなくって、どんな観光地があるのかっていうので、I get it. そういうのを一緒に合わせてアップロードしてみたりとか、まあ、それから、なんだろう、まあ、実際に試合見るのに、どの席で大体どのくらいかかるのかっていうのも、まあ、これもスタッフハブを通せば、大体の情報は手に入るっちゃ入るんですけど、一応、手に入るっちゃ手に入るんですけど、とはいえ、それを一個一個調べるのって労力ですし、だったら誰か動画で上げてくれる人がいるんだとしたら、それを見た方が手っ取り早いと思うんですよね。うん。まあ、実際僕、ロサンゼルスに行く時の、まあ、当時ちょっとね、動画までは撮りきれなかったんで、撮りきれなかったっていうか撮らなかったんで、うん。Come on, Helena. We gotta activate this thing.だからちょっとね地図を使ったような撮り方とかをしてしまったわけなんですけれども、ヘレナ全然来ないじゃん。 This way. 全然来ねえなヘレナ。早く来てくれないかな。カッコつけてるけど、うん、だからそういうのを、まあ、僕が実際に行って、そこのね、まあ、映像を撮ることによって、で、まあ、いろんな人に、まあ、YouTube を通すのか、その、行く時には、まあ、実際どういう媒体が流行ってるのかっていうのは、まあ、ちょっとわからないんですけど、もし、ね、YouTube だったとしたら、今、こうやって上げてるみたいに、やばい！うん。おめえが来ねえから起動させられなかったんでしょうが、と言いたい。うん。だから僕が、まあ、率先して、まあ、立って、前面に立って、情報をね、発信ができればな、というふうに思ったりはしますね。うん。まあ、そのために動画を撮りたいと。で、やっぱり、さっきも言ったように、お金と時間がかかるっていう話になっちゃうので、まあ、ほいほい行けるものでもないですから、だったら僕がお金と時間をかけて行って、で、自分たちが見に行きたいと思えるアリーナとか試合はこういうところだなとか、観光地域とかだったらこの辺り行きたいなっていうのを、やっぱ当たりをつけていただいて、おい、ちょ、うん。で、じゃあ30拠点回ったうちの、じゃあここに行ってみようみたいな。うん。っていうのが、まあ決まればね、ブルーホースの動画 を見て事前にねチェックしててよかったなみたいな、うん、そのおかげで、自分が行きたい、しびれる、ところはここだっていうのが見つけられれば、それはそれでバンバンだったなっていうふうに思いますから、そういうのをいろいろどんどん発信していきたいですね。だって一回行くのに試合で、まあ仮に、まあめちゃくちゃお金かけたとしたら、まあ10万円まあ10万もあったら、おぉすっげえいい席座れるんですけど、うん。まあコートサイドまではいかないですけど、全然知らねえな、こいつ。まあコートサイドまではさすがに難しいっちゃ難しいですが、まあとはいえね、それなそこそこのいい、席に座ることはできますから、それをね、無料の動画を見て、下調べをすることによっていろいろ見ることができるんだったら、まあ僕の動画をね、僕がまあ多分数千万っていう単位のお金をかけてやることになると思うんですけども、実際に行くとなったとしたら、うん、開けるんかい、うん、数千万のお金をかけることにはな、まあ数千万は言い過ぎかな。でも多分ね、30拠点を回ろうと思ったら、まあいくらかかるかわかんないですけど、実際、まあ仮にですけど、旅行費が、10、
旅行費じゃないな、渡航費が、まあ、一つ行くのに10万かかる、まあ、安く見積もって10万かかります。で、試合1試合見るのに、まあ、いい席に座るとして10万かかります。でホテル代が、まあまあ、1万円だとします。安いとこ泊まったとして、ね、まあ、1万円くらいだとします。で、まあ、その他観光地もろもろみたいな話だったとしたら、多分ね、結構なお金になると思うんですよね。一つ見に行くのに、まあ、ざっと見積もって30万だったとしたら、そんな気軽に行けるもんじゃないですか。だから 30×30 だったとしたら900万でしょ。まあ、もろもろの経費合わせたら多分1000万くらいは行くと思うんですよ。で、期間は多分ワンシーズンで見に行くっていうのは、おそらく不可能。だと思うので、まあ、2シーズン3シーズンくらいをかけていくとかっていう風になれば、まあ、よりね、あのお金かかりますよね。でそれだけのことをじゃあ他の人たちができるかっていうと、まあね、一世一代にあのここで行くんだわみたいなことをかけてらっしゃる方だったら、まあ、多分ちょっと難しいですよね。あー、超、あー、下にいたんかい。Thanks. と思いますけどね。まあ、僕はそれがやってみたいな。人の役にも立てるというか、あの自分がやりたい、ね、あのさっきも言ったように人生の中で自分のためにお金使うならここに使いたいなっていうのを叶えることもできるし、人が、ね、こういうので、まあ、NBA をちょっと奮発して見に行ってみたいっていうような思いを、まあ、叶えられるものであるんだとすれば、僕はそのためにね、いろいろと労力を費やすっていうのは全然問題なくありかなっていうふうには思うので。うわー言ってるけど、実は。やばい。やばいね、これ。ここにこいつが現れると思ってなかったのよねー。セイビー、さあ、どうなる？間に合うかな？ゾンビ？ああ、なんとかなった、なんとかなった。後半下ってしまいましたね。だからめったに行くこともできないし、もしかしたら生涯で1回しか行けないと。で NBA が、まあ、オリンピックとかね、B リーグとかのおかげでいろいろやっぱバスケットすごい盛り上がっている中で、 NBA も見に行ってみたいなって思う人多分たくさんいらっしゃると思うんですよ。そうなった時に、まあ、まあ1回行けるかどうかっていうようなところで行ってみた、なんか自分が思ってたアリーナじゃなかったとかね、あの、ハズレ引いちゃったみたいなことにならないように、あ、ここ行ってみたいなっていうところで、そういうね、お手伝いができればなっていうふうに思ってますんで、まあぜひね、また、そういうのが叶うためにも、皆さんがこうやって動画をいっぱい見てくれることで、将来的には収益にもつながってっていうふうになれば、少しでもそういう日が近づくんじゃないかなっていうふうに思いますんで、ぜひね、応援よろしくお願いします。ということで、ちょっと動画長くなってしまったんですが、本日はこの辺りで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。バイバイ。